アルバムでも部屋も見ることができますよ。ほう。てか家具何にもないよね。この浮いとる石たちが家具なんかな。うわ、吸い込まれていきそう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでさあマンション見てこう。何もない部屋だな。整えていくか、なるかちゃん。入ります。なるかです。誰とでもすぐ仲良くできる女です。お、いいやんいいやん。ちょっとお堅い感じかと思ったけど違うのね。体も温めるといいらしいです。まあ、特に今冬やしね。お腹とかお腹とかえ、マジで私冬以外でもお腹ちょっと冷えたら速攻で壊れるけんな。松茸どうぞ。いただきます。あ、でももうあれか、お腹半分ぐらい満たされとるけんいらんかったかもすごく美味しかった。まあ松茸やもんねでもどうなんやろ松茸。まあもちろんまずくはないと思うんやけど、あれやん、松茸って香りはいいけど味は椎茸の方が美味しいっていうやん。はい、遊びましょう遊びましょう。一人で絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。はい、スタート。一人か。そうか、一人か。チャーハン。モノラです。く。爪切りです。爪切り。MILT です。くどら焼きです。え、待って、なんか見事に全然被らんのやけど、そんなことある？ MILT です。え、待って、ミントさんどこやった？ここやった？夜空です。うわ、夜空さんやった。どら焼きです。え、やばくない？ストレートで終わる可能性。よしよしよし、とりあえずそれは避けた。爪切りです。爪切り、この辺じゃなかった？よし、ここから怒涛の。赤花。うわぁ、ここに来てまだ出てないの出てきた。マジか、そんなにことごとく新しいのばっかり開くことある？びっくりするんですけど。ぜひぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。さあそしてとりあえず服、サマーニットとスカート。めちゃくちゃ季節外れ。サマーニットじゃなくて普通にニット着ろよって感じやけどねまあまあ気に入ったようです。よかったよかった。なんかな、私基本的にさ、服の数がそこまで多くないけん、衣替えとかじゃなくって、一年中さ、別にこの、なんていうん、クローゼットの中身あ変わらんのやけど、やっぱり夏場とかになったらさ、冬物の服とかは分厚くて邪魔やなとは思うよね。なんかやっぱり一個一個圧縮してクローゼットにしまっとった方がいいんかな。ちょっと邪魔よね。まあ言うて、言うて別に夏服とかがそんな多いわけじゃないけん、あれなんやけど。見ていきましょう。落ち着かねー。アルバムでも部屋も見ることができますよ。ほう。てか家具何にもないよね。この浮いとる石たちが家具なんかな。うわ、吸い込まれていきそう。リラックスできそうです。リラックスできる？マジで？あの白いのは何？あの白いのは何？銀河はあれよね。なんか川みたいに長いやつよね。ホワイトホール？そんなロケット弾みたいなやつある？はい、それじゃあ、道具。任天堂 3DSLL。でもなんか、ブラックホールの白い版って感じやん。見た目的には。お礼にこれもあげます。はいはい。実用品、モビールをもらいました。ありがとう。あと、は？もうこんなもんか。服も、部屋も、渡したし。うん、そんなもんだな。よし、それじゃあ別のこのところ行くね。はい、それじゃあ、何？めっちゃ喧嘩してる。ちょ
超喧嘩してる。今ちょっと不機嫌です。どうしたどうした、落ち着け。私と喧嘩しました。うんうん、腹が立ちます。仲直りしてください。じゃあこのイライラも沈めてください。じゃあギリチョコとかでも大丈夫ですか。いただきます。まあでも女の子やけんね、ギリチョコとかいうものはない気がするけど。え、思うけどさ、あれよね、バレンタインとかって女の子から渡す場合ってさ、そのなんか本命チョコだのギリチョコだの友チョコだのってあるけど、男の子からの場合って本命とお返し以外なくない？あ、でもどうなんやろ、お返しの場合は別に義理に当てはまることもあるんか。この間はごめんなさい。でも自分発信で義理渡さんよね。おるんかな渡す人。わからん。こちらこそごめんなさい。わからん。まあでもあれか、ホワイトデーの前日とかにさ、なんかカゴにどっさりチョコレート買っていきよる男の人とかおったけん、あれは会社で配るとかそういうことなんかな。男の人もそういうのおるんか。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。もうめちゃくちゃお腹が満たされてるな。え、あとさっき何あげたっけ。そんなにお腹満たされるようなものあげた？ギリチョコじゃなかった？え、元からだいぶお腹、あれ？太い感じやった？太い。でも仲直りできてよかったよ。あ、もうすごいリラックスしてる。あ、ハート、やった。ちょっとなんか同じような状態やけど。夜空さん、子供？切ない。子供か。女子新規の恋人とかそういうのが来ていただきたいんですが。いや、まあ子供もいいけどね。うんうん、いいんじゃないでしょうか。ですよね。うんうん、レベルアップ。よし、それじゃあ女の子の発表会の服、これをどうぞ。服、女の子の発表会の服をプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ、私からのお返しです。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。なになに？実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。おう、黒影さん、訪ねてきとったんかな、家。そういうのって家出る前に気づかんもん？歩き寄る途中で破れるとか？ああ、ごめんね。子供ですか？ああ。あれ？え？ヨミさんは相手おらんかった？え？います？え？おったよね？え？おらんかった？あれ？わからねえ。でも恋人いないになってるな。結婚してなかった、ヨミさん。どっちに告白すればいいでしょうか？どっちも結婚してんだけどなぁ。ん？ユネポンちゃんは結婚はしてなかったか。まあ、とりあえず当たって砕けようか。じゃあユネポンちゃんに当たって砕けてください。一応既婚者ではなかったはず。歌で。告白する場所はどこがいいでしょうか？喫茶店。その前に喫茶店で突然同席者に歌われたら絶対嫌よね。その場からおらんくなりたいわ。とりあえず角外していこうか。あ、外れたんか。外れたんやな。オッケーオッケー。結構いろんな服を持っとるけど、まあ今のままで、あ、一応ちょっと整えとく？お出かけ用の服って感じのに。それでは
勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。お、なんかあれやね、ヨミさんも和服持っとったけど、和服でよかったかもしれんね。ユニポンちゃん和服できとる。僕にはミルクが必要なんだ、ね、しかもすぐ後ろの席に人がおる状態でよく歌えるよ恥ずかしすぎる。どうでしょう。しかも感想を求められる。ごめんなさいですよね。逃げ出したいのをよく耐えたよ。そりゃそうだよって感じやけど、残念な結果に終わりました。売られちゃいました。お、リベンジとかはなしっすか。 OK、 まあ、じゃああとは時間経過で心が癒されることを待つしかないね。久々のハートマーク2つやったんやけどな。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そしてミニュース見てこう。右になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。アユナ島ではツリークライミングが今密かなブームとなっています。ツリークライミングって言えば普通に木登りよね。木ではないんか。自然に触れる機会にもなり注目が集まっています。毎日ツリークライミングも楽しんでいるというデイスケさんは、自然の中で全身を動かすととても気持ちがいいとその魅力を語っていました。ツリーではないけど普通のクライミングとかは結構流行ってるよね。なんかそういう感じの施設とかもちらほらある気がする。私クライミングやったことないんやけど気にはなるもん。全然登れる気はせんけどお、これは男子会開催中。こっちは友達クエスト。男子会見てこうか。歌ってどうやったら上手くなるのかな。人から人から。そうそうそう。上手い人に教わったらカラオケ通ったら。でも多分さ、めちゃくちゃこう音痴な人とかって自覚がない人も多い気がするけんさ、なんとも言えんよね。自分でなんか録音しながら練習するしかない気がする。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか急激に友達マーク増えたんやけど、喧嘩か違う？わからない。とりあえず子供が2人生まれるのは楽しみやね。